ちょっと2人に考えてほしい質問というか、聞きたいことがありまして、今後和洋中どれかしか一生食べられないとしたらどれを食べますかっていう質問なんですけど、まあこういうなんか究極の選択的なあるね。ラジオも一回やったよな。そう、なんかお便りでも来たんですよね。あ、まあなんかそういうなんかこういう究極の選択系は好きなんだけど、割と人に聞くのが、はあはあ、和洋中どれか、うん、一個一緒。そう、これ系はやっぱね、でも、あれなの、結局その出す側がその設定詰め切れてないからね、基本的にそこなんですよ。あ、和洋中は何なのか。そう、和洋中が何なのか。確かに俺が和を選んだら世界中から和が消えんのか、それとも、あ、じゃあ和以外が消えんのか。俺が和食 しか食べませんって言ったら、洋食とか中華とかがこう世界から消えるパターンの話なのか、それも俺だけ食べれない。全街にこれはどっち、パスタ屋とかもあるけど、俺だけ食べれない。これどっち、消えないです、別に。その俺だけ食べれない。選択肢として、そう、もう和食しか食えない。和のみとかになってくる。だからみんな別に、洋食、和を選んだとしたら洋食とかはもう世界にあるし、みんな食べてる。なるほど、街に和しかなくなるか、そうってことね。というパターン、世界に和しかないのか、それとも全然周りに和以外がある中で俺だけ和なのか、でも全然勝てない。味違うってことね。自分の選ぶ。だからパーキング行って隣であなたが和を選んでても洋食ってるやつがいると。はい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 。これじゃあその食ってしまった場合ね、和、例えば俺が和を選んで和以外を、その時どうなるのかにもよる。いいからどれか答えろっつうんだよ。え、それ罰ってこと？罰、罰則。どれぐらい罰則ある、それ。いや、どれぐらいの罰則でやってる。ちなみに何を選びたいの、実際は。だから、例えば俺が Y 以外をずっと返されてて、食ったら死ぬっていうパターンも考えられるじゃん。死ぬ、これ死ぬ、ど食ったら、それともその努力目標的な話。できるだけ Y 以外死ぬ、死ぬ死ぬ死ぬ、死ぬパターン。殺されるってこと？いや、もう体が受け付けないから、もうもう猛毒、体にとって猛毒になっているということ、ね、え、じゃあその体を変えられたということ。俺は変えられてるけど、和しか食えない体になりましたとか、見た目はとか、ね、その一切変わってないし、それは何かさ、その、その手術とか遺伝子操作を行われた際に他の悪影響が出てないか。どれか言え。そこは大丈夫。大丈夫。一切見た目の変化もない。それ以外の体質の変化も一切ない。一切ない。ただ、自分で一つのものしか食えない体ね。じゃあ俺は和食を選んだとするじゃない。その、ちょうど中間のやつあるでしょ。あ、そう。じゃあこれはどう？その、私、洋を選んだら、その、ウニ、イクラ、パスタは食えない？あ、海苔がかかってる。和風パスタってこと？食えない。食えない！和風は、和風を和食とするってこと、ね、あ、違う、あ、食える食える、洋を選んだのか。洋を選んだ。あ、食える食える。パスタは和食じゃない、和風パスタだから。和風パスタは和食じゃない。洋食っていうこと？洋食。じゃあ、黒蜜プリンは洋食？黒蜜プリンは、黒蜜なんて洋にはないよな。ないよ。ないよ。黒蜜プリン、わらび餅パフェは洋食です。洋食？洋食。それはなんで？パフェでしょ、パフェ。パフェだよ。パフェでしょ、プリンでしょ、洋食ですよ。わらび餅パフェだよ。わらび餅の要素が強いよ。そうだよ、上に乗ってるよ。そこしか食えなくなるの、じゃあ洋を選んでたら。そこは食えなくなる。わらび餅だけ食える。下のあのプディングの部分食えるけど、もういいです、そんな言うなら。マカロンチキンおにぎりは？食いたいか？マカロンチキンおにぎりはどこまで食える？そんな食いたいか？味が旬でる部分も食えない。バーベキューソースがどこまでよ、染み込んでる米って食えない。洋食だけどさ、全然醤油で味付けされてるやつたまにあるよな。それはじゃあカリフォルニアロールとかは？そうよ、カリフォルニアロールはあれ寿司？寿司、寿司、寿司、和食。寿司？あんな飛びっこ周りにあってアボカドとかマヨ入ってても、あれ寿司？寿司。ナポリタンは？日本発祥の。日本発祥だよ。ナポリタンは日本発祥の洋食。日本発祥の洋食。日本発祥の洋食だから洋食でしょうよ。洋食？洋食って日本で作ったんだよ。だって海外じゃないよ。ないよ、海外に。洋食を作ろうっつった日本人が作った食べ物なんでしょ。日本人が作ったんだよ。作っただけじゃん。和食みたいなもんじゃん、そんなの。和食みたいなもんって言ってるじゃん、今、あなたが。
じゃあ和食じゃないじゃん。日本人がでも作ってんだよ。どう定義する？日本人がじゃあ海外でどういうこと、うん？日本人が作ったら和食っていう風に なるってこと？天ぷらは和食。でもポルトガルから来てんのさ。ポルトガルから江戸時代に来たんだよお前。ポルトガル南蛮貿易などのあれで。あの時期だ。あれはポルトガル天ぷらって名前だよ当時から。ポルトガルの人が作ったんだから和食じゃないだろっていうこと？いや、そのどっちになるのかって聞いてるの。定義するの？和食、天ぷら和食よ。日本で古来からずっとあのまあ来た場所に問わず、うん、日本で栄えたものは和食ってこと。そう、まあ栄えたっていうか、まあ、和食ってわかるだろ。あと一番ラーメンはってなるから。確かにどこのもんだろうかな。中国だったけど北方ラーメンなんてお前日本の地名入ってんだよ。入ってるよ。豚骨ラーメンもほとんどだって日本でしょ。そうよ。和食、ラーメンは一蘭は確かにな中華その中華おしゃれなさ豚骨で中華ですおしゃれなさ、ラーメン屋行ってさ、うん、なんかパスタの麺を使ってるんですっていう俺ラーメン屋見たことあるのよ あれは洋か中華どっちで行くラーメン屋のトマトリゾットはでも醤油ベースだってあれどうするどうするそラーメンは中華で、パスタラーメンは全部中華ラーメンは全部中華で、パス太陽のトマトラーメンも太陽のトマトラーメン太陽食じゃねえ洋食だよなあんなトマト入ってたら洋食あれ洋食じゃね中華じゃなくて日本食でもないしラーメン禁止もうラーメン禁止ラーメンはもう食ったら死ぬラーメン食ったら死ぬラーメンのこと考えるの禁止ラーメンはもう禁止この話においてラーメン食ったら死ぬ、うん、ラーメンが食ったら死ぬ別の話だってそしたら以外では要中っていうってなったらもう中華いらなくなるよな確かにラーメン食べれないんだもんそうよだから中華なんかもうチャーハンも中華中華まあそれは中華か焼き飯焼き飯という名前だったな焼き飯確かに焼き飯え、物はあれってこと物はあれよ要はチャーハンなんだよね要はチャーハン焼き飯って、うん、でも日本のなんか店は焼き飯パターンあるよねあまあそうね中華ですね中華焼き飯って言ってケチャップライスはじゃあどこケチャップライス洋食洋食なんだ海外にケチャップライスがあったオムライスがまず日本古来のものなのね、うん、そうよ洋食屋さんにあるからねオムライスはああなるほどね、うん、ってなったらどうするうわぁどうしようかここまで決めてどうしようか何が食いてんだよここまで決めてどうするここまで決めてどうするか何が食いてんかを聞いてんだよそれを話しゃいいんだよどんなに和風にしてても元がだって違かったらそうよ食べれないでしょ天ぷらはでも和食って言ってんだよ和食で食えるのって寿司、うんまあ、カリフォルニアロール含む焼肉は焼肉は焼肉は焼肉がどこの文化なんて分かんなくないなんだあれ全部だよな韓国料理なわけあれはでも肉を焼いて食うなんてどこでもやってるでしょあのいやあのスタイル日本なんてむしろ遅れてるからね焼きあのスタイルよあのこの焼肉屋のあのスタイルは和食としますじゃんあれやっ俺和食にするんだでも韓国料理だけど、うん、まあ あそうか中華入ってくるのか中華も入ってくるサムギョプサルとかはじゃあ食べれないってことサムギョプサルはダメサンチュとかも使えないってことねあれ食えないです例えばじゃあサムギョプサルを作ってますよみたいな、うん、みんなで、うん、作ってる時にこう豚焼いてんじゃん、うん、でまずサムギョプサルの形になる前に俺が豚だけこうハッて食ったらただ焼いた豚だけよこれはどころあれはなでも韓国料理屋に来ちゃってるってことだよ食える食えるだからそれは食えんの食えます食えます韓国料理屋でも知るかもよ食える食える食った瞬間に韓国料理って皆さんに食える食える食えるサムギョプサルになる前まだジューってこう店員さんが焼いてる時に、うん、いただきっつってこうサムギョプサルになる前って何あとこの包むそう包んだりとかあこのそれをサムギョプサルって言ってんのねそうそうそうあれ豚焼いてるのがサムギョプサルだったえじゃあ豚焼いたらもう全部韓国のものってこと違うじゃあなってくるよねサムギョプサルで注文したらダメなんじゃんこのデブイスコーブを焼いたら全部韓国のもらってるのデブイスコーブデブイスコーブ何なんだそんなのおかしいだろじゃあ死ねばいいってこと豚食わずに豚食わずに
で死ねばいいってこと言ってないじゃん、そこまで。お腹空いて豚焼いたら全部韓国料理ってなるってこと。違う違う、そうはなってないですよ。これあの俺はなってない。韓国料理食えますよね、安心してください。だから、起こさないでください。そのサンチュ巻いてとか、うん、キムチ入れてってなったらもうサムギョプサルすぎるから。そうでしょ、うん。まあ、ただどうするかだよね。その名前、うん、メニューの名前でアウトにされる可能性もあるじゃん、はいはい、サムギョプサルとしての注文。なるほどね。いや、胃に入った時というか口に出て飲み込んだ時に和洋中どの状態だったかで判断しますんで。それで言ったらそう、有効成分的にさ、そのさ、例えば成分、そのラーメンを俺中華選んでラーメン一杯食べました、うん、これ中華料理ですと思って食べて、うん、中に一本だけパスタの麺が入ってたとしようよ。それを間違って食べてしまった場合、うん、何数グラムだよあんなの、うん、それで死ぬわけ。なんだこれ。確かにその毒物だとしてさ、こう1グラムと例えば100グラムで同じ効果なんてことありえなくない？そのさ、ハラルみたいにさ、うん、まな板も全部分けてくれんの？いやいやいや、分けないよ別にそこまで。包丁とか鍋とか。サムギョプサルをやったそのやつで、じゃあ焼肉をやろうってなったら、店長とかがこうピョンって言って、あ、何万択だって言った時、ピョンっていうのが別のサラダとか入ってて、いや、恋で食ってないものはセーフです。え、じゃあもう自己食いばっかするよ。自己食いばっかりだよ。自己、だからパスタが入ってた、でパスタが入ってることを知ってる状態で食べたら死にます、これは。なんだよ、その毒。恋で食べなきゃ、恋で韓国料理だっつって食べたら、うん、その人肉は、人肉食っていいよ。人肉は食っていいの？倫理的にいいの？倫理的な話は知らんけど、サムギョプサルはダメです。じゃあ、人肉をさ、うん、サムギョプサル風にしたらどうかな。これ何？これ韓国…それサムギョプサルだからダメだよ。え、でも人肉だぜ。サンチュ巻いてんでしょ、でも、人肉…ウサギ肉だったら、ジビエだな、そら。ウサギ肉をサムギョプサル風にしたら韓国料理。いや、なんでもない。まず、ジビエってどこに属するんだろう。確かにな。昔から日本はウサギとか食べるでしょ、クマ、ウサギ。ジビエってなん、どこでもないのか。どこでもない、どこでもないとします。どこでもないものはどうなの。食っていいです。あ、じゃあジビエ食えるか。どこでもないものは食っていいんだ。はい。だ、焼肉もまあどこでもないになるだろうね。うん、確かに。食っていい。え、焼肉食えんの、うん、じゃあ、うん、じゃあ俺もうどこでもいいわ。焼肉あれだから、あれ韓国料理とするのでダメ。韓国料理とするもさ、結構さ、コメント欄で言われそうじゃない。確かにな。肉を焼いて食うなんてことはどこでもやってんだろ。どこでもやってるよ。このレギュレーションの話してんだ今この。韓国料理屋さんかんでしょ大体。日本の焼肉文化はもう全否定するってことね。焼肉食っていい、焼肉食っていい。じゃあどこでもいいわ俺。え、焼肉食ってってなったらどこでもいいの。うん、どこでもいいよ。じゃあメキシコ料理ね。じゃあ和洋中でやったら、ダメダメ、メキシコ和洋中でやったら和洋中中ではどこでもいいってことね。違う違う、焼肉料理食えたら俺どこでもいいわって言ったら、メキシコ料理で。ドンタコスはじゃあどうなるの。ドンタコスは日本のお菓子だからダメです。じゃあ和洋中だったらどこでもいいよ。焼肉がだって無所属で出馬してるんでしょ。すごいぞ、焼肉が無所属。どこでもいいんでしょ。でもおお和洋中だったらね、焼肉を絶対に食う権利をもらうのと同時に、うんうん、それ以外選ばれるっていうパターンは全世界の。そう、てるって、そう、トルコとかなったら、うわー、でも世界三大料理だから、まあ嬉しいは嬉しいか。そうそうそう、トルコとか。そう、洋食の範囲が広いよな、そもそもな。洋とするものが、洋とするもの、アメリカも洋だよ。そうなんだよ、だからメキシコ料理も下手したら洋かもしれない。洋って俺らの感覚で言ったらメキシコ料理出てくるのは洋食だなって思うよな。そうそうそう、なんかそのアジアじゃなければみたいなとこあるんだよな。そう、こんな話をしてほしかったじゃないですよ。私は和。あんた和？和。なんで和食がいい。だってそれ一個になっちゃうんでしょ、うん、そしたら自分の遺伝子のために、うん、うん、遺伝子のために、その合うじゃん、結局は。ああ、その体に合ってるってことね。米食いたいもん。え、その材料もダメってこと？米。いやいや、ん、洋食を選んで小豆パンも食えるのかな。そうね、洋食を選んでデニーズに行ってパンかライスどっちにしますかって言われてライス選んだらダメ。デニーズに行ってライス、洋食を選んだとして、うん、ハンバーグセット頼みました、うん、で、ソースはバーベキューソースお願いしますとか言って、うん、ライスとパンどっちにされますか、パン
じゃないな今日は、じゃあライスでは、ダメってこと。 OK、セーフ。これセーフ、うん、米食えんだ。洋食でもじゃあ米は食えんだよ。食える。でもご飯ですよ、食べれないよ。え、あれ和食の、あれ和食、海苔だもん、佃煮。海外の人だって消化できないの。佃煮は日本か。まあ、そう、寿司は普通、だから食えないよ、あのシャリは。米は。酢飯食えない。カルパッチョが乗ってる、あの、くら寿司とかの、あの感じのやつ。でも寿司です。寿司だからだ。乗せちゃってた。カルパッチョ担当やったら食っていいよ。うん。え、じゃあ俺がライス頼めるわけじゃん、うん、デニーズとかで、うん、そのデニーズのライスをこう持ってそのカルパッチョ屋さんに行ってカルパッチョ屋さんってなんだよ。俺がギュッてしたやつをカルパッチョ屋さんカルパッチョをギュッて乗せてないんだよ。あとデニーズから運ばなくていいのに何でもいいよな。カルパッチョ乗せて俺が握った、うん、これは寿司。寿司じゃないから食っていいよ別に。これ寿司じゃないよ、ね、でも酢飯じゃないからね、うん、でも酢は別にさ調味料だからさ、だからホワイトビネガーね。いや、いい、その、なんでもいいけど、合う。バルサミコ酢ね。そう、酢をビュッてやって、こう、カルパッチョ乗せたら食っていいんだ。もう、でもそれは仕方ないよね。寿司の形状だったらアウト。でも、その、ニッシュナはその、何、なんていうの、今、うん、そどういう気持ちで、そうやって寿司作るぞってやってるんですか。寿司作ろうとしてない。それ恋の和食に近づいてるから、こう死にますから。ダメだ。それだから、たまたま、これ組み合わせたら食べてて、あ、寿司みたいだなは、ね、そう、美味しい、これ組み合わせたら美味しいかもで、ね、わざわざ握って店出てんの。そうそれ寿司を寿司食いたすぎるって。そう、寿司作ろうとしちゃってる、それはそれダメだ。じゃあ寿司を全く作る気がなくて、うん、酢飯があって、うん、あってカルパッチョがあったら、だから酢飯食えないって、だから酢飯がまず日本のものだから。に海外でも酢飯はない。ないよ。ないんかな。酢飯がまずないじゃん、料理名として。じゃあまあ海外っぽい酢だったら、まあ勝手に混ぜ込む分には OK。でも混ぜ込んだらお前寿司食おうとしてるじゃんって。そう、混ぜ、これピピピってくるから。それはなんで混ぜたんだ。なんで今、なんで酢飯したんですか。なんで混ぜたの。あ、そういう感じ。そういう感じで死ぬんだ俺。すごい、心臓が止まるから。そう、そこうまく、そのパチンコの三点模式みたいに。なるほど、ね、うまく、その別に たまたま自由売買で0点このお金と買えただけですよっていう、パチンコ玉を金に変えて、そう、うん、で、金を買い取ってくる 店が近くにあったあっただけなっていう感じで、たまたまその酢が入った。カルパッチョ食ってて、うん、そのカルパッチョの酢の感じを生かして米食ってたらいいんだよね、だから、うん、いいけど、握ってとか、ね、酢ぶっかけて酢飯にしてとかはもう意図的な、そうそうそう、これ和食食べちゃってんじゃん、和食食べようっていう、そうそう、寿司食おうとしてんじゃん。なるほどね、ダメなんだ。はぁ、なるほどな。これ毒になります。じゃあこれカレーライス食うとすんじゃん。カレーライス食うカレーライスを俺酢飯で作ったとするね、例えば。なんで例えばよ、どんだけ酢飯食いたいの。例えばですよ。なんで酢飯食いたいの。例えば酢飯で作ったとするじゃん、なんで作るの。これをその酢飯を横に置いてカレールーをよく横に置くことによって、うん、これ大きい寿司なんだとみなすことはできますか。どういう意味それ。大きい寿司、カレー寿司なんだとみなさない。あとカレーってどっち、そもそもカレーはインド料理、インド料理でもカレーライスは日本だよね。そうね。え、そうなん、あれ、そっか、なんで食ってんのか。海外ってね、そんな意外と飯と一緒に食うのはそんなに。カレーライスは和食で、和食です。そしたらカレーライス和食、その酢飯とカレーにしていいけど、普通にカレー食っていいんだよ。そう、全然セーフか。なんで酸っぱくしちゃったんだよ。これ酢飯に乗せたらさ、全部その寿司ってことになる、逆に。じゃあ、酢飯に何、例えば、洋食なんだろうな、ハンバーグ軍艦、ハンバーグ軍艦、酢飯の上に海苔と巻いてね、でハンバーグ乗せるじゃん。そしたらこれは何料理よ。ハンバーグ軍艦、ハンバーグ軍艦、軍艦だよ、くら寿司のハンバーグ軍艦ね、うん、和食です、あれ寿司だから。和食、うん、寿司だから。だってくら寿司のハンバーグ軍艦なんでしょ。ハンバーグ持ってんだよ、でも和食。え、ハンバーグはそんなに。デミグラでも、デミグラでもこれ和食。ああ、じゃあ、じゃあ和にしといた方がいいんじゃない。和の包容力すごいよ。すごいわ、やっぱ日本独自のその広げ方がうまいもん。そう、くら寿司がさ、急にステーキ寿司って出したらステーキ食えるわけでしょ。だって神戸牛とかさ、確かにな、和牛があるから、うちらには。確かにね、ステーキもいける。いや、じゃあ和食になってくるよな、寿司にしていいんだったら。でもラーメンだけ食えないから。ラーメンだけ、そのどこも食えないんだろ。こっから誰も食えなくなる。ラーメン食えない。
ラーメンをなんとかして食いたいというレジスタンスが生まれると思う。焼きそばは食えるでも。焼きそば、焼きそばどこなんだよ。焼きそば日本でしょ。意外と中国のイメージもあるぜ、うん、焼きそばなんて。えなんか和食だと思って四川的な焼きそばとかあるぜ。上海焼きそばとかあるもん。あ、上海焼きそばあるよ、うん、上海つかないやつでいいんじゃないの。まあ富士宮焼きそばとか一平ちゃんでいいんじゃないの。どっちもあるやつはもうどっちにも属せる。だから上海焼きそばは中華料理やん。でもあのソース焼きそば、うん、あれペヤングとか、うん、あれ和食にしますじゃん。あ、日本の企業だったらいいの。あ、なるほど。カップヌードルいける。そしたらカップヌードルいけるわ。ラーメン和食、うちらのラーメンは日本が作ってるもんな。あとそっか、カップヌードルありになっちゃうのか。なっちゃう話変わってくるか。ゲームマスターが頭抱えてますよ。これだからその主催者側がさ、うん、何のそのなんかそのなんていうのルールの設定もせずにその質問だけ与えてくるからこれ意味が分かんない毎回正直もっと決めた方がいいよな。そう、そのチェーン店、うん、どこの国発祥のチェーン店とかだったらいいかもね。そう、そしたらもうちょっといけるというか、ラーメンは中華料理とするがカップヌードルは日本で作れたものなので日本の料理にするとか、博多ラーメンとか、うん、洋子公商人、洋子商人だっけ、なんだっけ、洋州商人、洋州商人か、洋州商人は中国発祥でしょ、あれ確か多分そうじゃない。だからダメとか、はいはいはい、この店単位で言ってくれたらいい。確かにな、うん、そしたら選びようある。そうよ、一蘭は日本だとか、はい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 、そこのなんかそのどういう風にそのルールが適用されるのかの例を明記してもらえないと考えられない、ま、じゃあこれは米とパンどっちかってなったらどっち。米とパンか、うん、もうそれはもう理由ないじゃん。材料として米とパンです。そう、小麦と米じゃなく、うん、米粉パンは、米粉パンはどっちになる。じゃあじゃあパンになってたらダメ、出来上がりがパンになってたらもうダメ。そう、なるほどね。主食もライスかおパンかどっちかってなったら、それはでもさ、そのライスというのはさ、その材料である米を炊いただけのものと、そのパンはさ、すごい手間がかかってんじゃん、うん、そこを比べるってそのまず何なのってやっぱ思っちゃう一回、うん、こっちはわかりました。はい、今聞きましたんで、どっちですか米とパン、うん、これもだからそのなんか絶対これ穴あんのよ。俺が米って答えて米しか食えなくなった後に穴に気づくのが嫌なのよ。じゃあ一回だから一回その決定じゃないとして、携帯の契約でもさ、あんな分厚いあれ読まされてた、まあ、読まされてはないけどさ、渡されてるんだから。食感はどっちだろう、米かパン、うん、米、米ね、うん、ってことは、パンのこっから出てきそうなメリットを出していけばいいわけでしょ、うん、そう、そんなないんじゃない、米でいいんじゃない。惣菜パンはまあ全滅するでしょ。惣菜パン全滅ですね。焼きそばパンとか、うん、まあ甘いものもそうだね。そうよ、パン系って多いからね。パンは 甘いのもお惣菜もあるし、ナンは、ナンもパンかな。ナンもパン、ナンだろに、ナイスじゃないから、ナイスじゃないから、ナンはパンなんだ、うん、ライスじゃない。多分さ、その洋食の中にはさ、パンに似てるけどパンではないものっていっぱいあると思うけど、ナンみたいな。じゃあナンは食えなくていいじゃん。だってナンが食えるってなってパンに移行するほど好きじゃないでしょ、うん、好きじゃないけど、そのカレー屋に行ってあ、ナンあるわ、ナン食べようと思った時に、いやまあそもそもライスかパンしか食えない世界だから。え、あ、その2個、ナンがない、あ、その2個だけになる世界。そうそう、主食がね。あ、じゃあそのタイプね。うん、そのライプが言ってた、その和洋中とは全く違う。違う違う、これが選んだら、そう、どっちかになるってこと。主食をどっちかにしなきゃいけない世界。うわぁ、そのパターンね。その後また話変わってくるよな。うん、そしたらライスにするかな。ライスじゃん。ライスかな。あなたどっちよ。いや、ライスでしょ。でも、まあ、ただ本当に小麦の威力すごいから。小麦すごい。でもなくなったらもうさ、誰も食えないしさ、どんだけ頑張ってももう食うことはできないわけでしょ、パンを。うん、パン自体がなくなるの。え、小麦自体がなくなるの、パン自体がなくなるの。違う、パンはなくなんないよ。その、選べる、
主食として食えるものがライスかパンかどっちかっていう世界。あ、そのパターンで、ね、だから隣で全然出来たてのパンの香りとか来る。あ、じゃあそれまた変わってくるんだ。ごめん、ちょっと勘違いしました今。ってなったらどっちなの。うわー、でもライスかな。ライスじゃん。なんだよお前。ライスって言えよ、うるせえな。ずっとなんかうだうだ。なんだろうライスって。言い方もそうだし。なんだろうライスって。いやでもいいんじゃない、米なのよ結局。だから和なのよ、うん、まあ俺はそうだな結局のところ、うん、まあまあまあ選べるってなったらね、和洋中どれかにするって言われたらもう和なんだよな。でもライスはさ、もうその味付けのさ、塩が意外と少ないじゃん。うん、パンってでも甘いのからしょっぱいのまでいっぱいいけるぜ。でも天ぷら食ってる時に米食えなくなるよ、うん、まあな、丼とか終わるわけだもんね全部。そうだよ、カツとパン、うん、カツパンか、カツパン、うわ丼だったな口っていう時あるよ多分。米田コーヒーいけないぜもん。いけない、おしまいじゃん、あの、うん、だからパン除いてエビカツだけ食べる。パン粉はパン粉、パン粉は関係ないんだから。パン出来上がりの話してんだよ、うるせえな。じゃあパンになる直前のパンではないその小麦粉は食べていいの？うん、食べればじゃあ。そんな食いたいならな。うん、食いたいなら食べたら。ただそれ食べてもいいんだ。何で、なんでそのネチョネチョのやつ食いたいの？うん、そのパンをさ、例えばその焼き始めるじゃん。うん、その30分で焼き上がりだとしたらさ。25分までいたらパンですかこれ。逆にさ、じゃあパン選んだ人がさ、うん、炊く前の米食っていいですかっていうのはどうなの？それダメだよ。ダメでしょ。ダメだ、ダメだろ。いやでもパンと米とは事情が違うじゃない。そんなことないよ、だってパン作ろうとして置いてんだから。ダメ、スタートが違うじゃん。だって米はだってさ、米粉パンもあるでしょ。米粉パンって言ってんじゃん。米粉パンもあるわけじゃない。イースト菌ぶち込んでんじゃん、それ米じゃねえんだよ。でも米粉パンを作る過程でさ、米がまず手元に届くじゃない、その人。そうだよ。その状態で食うのは、別にライスとして食おうと思ってないじゃん、だって。米粉パンにする前提で買った米だよ、これ。何の話これ。パンだよ、将来的には。だよな。これでもライスに入る。米食ってんじゃん。うん、ダメや。これダメ。小麦をちねって、あの、ちねりみたいなやつあったじゃん、黄金伝説。あったあった。あれで米作ったらどうすんのって話じゃん。それはどっちなの？それどっちなの？え、米、小麦粉をちっちゃく、これ全然炊き上げて発酵させたらパンだけどなっていう、あのちねりみたいなやつを、うん、米みたいに茹でて米にした状態、米状にしたら、はいはい、あれどっちなの？それはだって米でもパンでもないでしょ。じゃあ同じこと言えるって。俺がさ、例えばさ、パンと同じ全く調理法に何か最後俺のオリジナルを1個足してパンじゃないものとして発明したらどう？どういうこと？どうやんのそれ？いや、わかんないけど無理だよ、だってイースト菌じゃないなんとか菌を入れることで、それもパンって言われてるからね、別のイーストじゃなくて発酵したものを入れて作る。それを多分俺完全に新しいものを発明した時よ。でもパンだもん、工程が。それダメ、ふっくら出来上がってパン、人がパンと呼ぶものだから。人がパンと呼んだらもうパン？パンでしょ、うん。したら西田が発明してできたものを、これなんだこれってなった時に、うん、新しいパンだねってなると思うから、そうそうそう。そのパンだと思うんです。いやでも俺はパンじゃないとして作ったんだよ。制作者の思いとしてはこれはパンではない、ペソだって言ったとして。なんで通かなって。ペソっていう食べ物だと。そう、ペソですこれはっつって売り出した。なんみたいなやつだろどうせ。これペソじゃん。どういう食感なのじゃ、そのペソ。もちもちよ。じゃあパンだろ。これもペソなんだよ、俺が作った段階では。それもそれだけ食ってろ、それだけ食ってろ、ペソだけ。ペソだけ、ペソ食って死ね。ペソ食って死ねってなんだよ。ペソ食って死ねってなんだよ。なんだよペソって。ペソってなんだよマジで。ペソ食って死ねよ。ペソなんて飯ねえよ。